来た。皆さん、こんにちは。ガチャ外国第2弾、見ていただきまして、誠にありがとうございます。もう今日のために俺、これ、スーツ新調してきたから。今日だって、なんか俺の2021シーズンの、契約更新、記念の記者発表会ということで。違います。違う、ちょっとね、だって俺、スーツ。いや、めちゃめちゃふざけてます。ちょスーツや、俺。いえ。もうほら、スーツ、新調してきたよ、これ、井上さんの。いや、めっちゃ T シャツみたいな。バレてる？これ T シャツやねえ、違う？いや、違います。今日はあの、まさきさんの。まさきのやつ？インタビュー動画です、今日。あ、そう。はい、っていう、あれやろ？これ、こういうくだりを撮ってる間にみんな入ってよーってことやろ、これ。そうっす。この間に入っていただければと。今、どれくらい入ってもらってるんですかね？ちょっと今ですね、うん、右手に GoPro、左手にスマホのためにちょっとよくわかんない。さすがやな、君は。今シーズンもよろしくお願いしますよ。いや、ということで、もう本当に2021シーズンもね、ホームタウン担当として、HTT ですよね。として、1年間仕事させてもらうということ決まりました。ありがとうございます。いやもう本当に全身全霊、1秒でも多く皆さんを笑顔にできるように頑張っていきたいと思います。質疑応答ある方いらっしゃいますか？いや、もう大丈夫です。このくだりも大丈夫です。大丈夫？いや、でもスーツ着てきたよ。待ってる人も。あ、いる？だってさ、何、まさき？まさきさん。山本まさき？はい。あのグラスなんちゃら？そうっす。だっておらへん、おらへん。だっておらへん。そろそろいるんちゃうんすか？じゃあおらへんやなって。一応時間になったら来てくださいねって話はしたんですけど、いや、キッス山が俺記者会見で聞いたからさ、俺の、はいはい、おらへんねん、それは。だって集合時間がさ、ちょっと待って、いや、おらへんねんもん。ちょっと待って、ちょっと待ってくださいね。なんか今黒いのがあった、通り過ぎててなんか今ブラジル体操してる人おんな。ちょっと待って、街中でブラジル体操してる人おんだけど、ああいうキャラなんかな。やらせるんかな俺が。ちょっとあの、あ、え、ちょっと、何してんの？ちょっと、こっちやから。え、山本まさきさんですか？あ、そうです。え、あなたが山本まさきさんですか？私がグラスルーツアンバサダーの山本まさきです。いやいや、言い慣れてないまだ。ということは、じゃあこっから配信というか、もう対談ってこと？今日は。そうですね。俺の記者会見じゃなかった？こっちか、主役は。主役はもう山本まさきさん。じゃあこれもう、とりあえず中入りましょう。寒いんで。これでもじゃあキッサの様子も見せた方がいいんちゃう？そうですね、そうですね。今こうなってますみたいな。はい。キッサだってあんま来たことないで絶対。そうですね。あのカフェトーク以来だと思うで俺。いや、そんな何回ぐらい来られました？2回目です。ほらカフェトーク以来やん。あ、こうやってもう告知されてるやん。お、開幕戦の。そうですね。で、今いろんななんかあれやんね、キャンペーンやってんねんな。ほら、まあ、こういう感じでね、キッサーもやってるよ、はい、ちょっと見せながら、中でインタビューしましょう。はい、行きましょう。じゃあ、一応マスク、席まではマスク、席まではマスクで、はい。で、アルコール消毒もお願いします。OK、はい、じゃあ、どうぞ。はい、失礼します。はい、あんなできるんやな。なんかこういうのできるんやな。ブラジル体操とかできるんやな。一ジョキ、二ジョキ。いや、大丈夫ですか。滑ってないかな。滑ってる。こんにちは。どうぞ。いらっしゃいませ。いい背広ですね。背広って言ってる。背広じゃない、スーツか。スーツ。やばい、昭和の人になっちゃった。俺も背広でわかるけどね。いや、お客さんに背広って言ってもらえた。よし、これでちょっと拝見させてもらう。あ、ガチャサインもらいます。いい、はい、よいしょ、よし、ちょっともう、よっしゃ、やろうか。罪やろうか。やりましょう。罪やろうか。日本語来たとこやし、罪やろうか。ちょっと待って、日本語来たとこやから、やろうか、罪。今ちょっと配信のね、準備中。やろうか。何やさん。おー、ありがとう。あ、これは噂の喫茶山の美味しいコーヒー。全然ありがとうございます。まあ今いろんなキャンペーンで喫茶山がやってるからね。はい、うん、はい、お、何やさん、何か、何を、何か出てる。あ、タグで撮る。これ何かのドラマみたいやないか。何
でもあったな、これな。片山選手、はい。サポーターの方が、うん、新加入選手のサイン欲しいということで。俺もう選手辞めて9年目なんですけど。神田社長とかのサインもあるの。あ、それはいないの。おとかすごい、なんかすげえ自由な感じ、まだ俺、まさきほったらかしてんねん、今。すいません。そうですね。まあまあ、背広を言ってくれたんでね、スーツ、スーツ。じゃあ、ちょっとすいません。やろうか。ちょっとすいません。やろうか。公開生配信中なんで。公開生配信なんで、ちょっとあれですけど。はい、ということで、皆さん、改めまして、こんにちは。こんにちは。ガチャが行く第2弾ということで、今回は、2月1日1日からかな、はい、グラスルーツアンバサダーという職に就任された、はい、まあ、去年まで選手、もちろん皆さんご存知の山本雅樹氏をお迎えして、まあ、いろんな話を聞いていきたいというふうに思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、もう今日喫茶山がねやってるから、今みたいなお客さんがこうわーってなることもあるし、まあ、なんかこれがなんか山形感あるけど、まあ、一応こうやってついたても立てて、感染防止対策を取りながらやらせていただくという頑張って思うけど、まず今日もズミ通りでパソコンとこうブロと iPad を駆使してやってるんで、電波の関係でバーンと落ちちゃうことがあるのよ。はい、それはもうご了承いただいてすぐ復旧させますんで、そこはぜひ。そうだから一回落ちたから終わりじゃなくてそれぐらいは皆さんお付き合いいただいてね、はいはい、やっていきたいということと、今回はプリンの公式アカウントで山形の公式 YouTube で生配信もしてるから、プリンからはギフティング、投げ銭ですしてもらうこともできます。もちろんコメントも受け付けてるので、どしどしもらって後半戦でね、そこに答えていくっていう時間も作れればなというふうに思います。はい、あともうこれ見ての通り台本ないもう何もというにはコーヒーしかキスやなこのスタイルで一つ、はい、なので、はい、話がまんま飛ぶけど、そこはもうついてきて。そこはまあ頑張ります。だからボール散らすのは得意やんか。まあそう、話すの得意やんか。だからこの司令塔が俺やから今日は OK です。はい、行かせていただきたいと思います。で、今回がコメントとギフティングいただいた方にズミちゃん、はい、プレゼントがある。プレゼントあります。お、これもう見せていいのかな。大丈夫です。この今回ギフティングと、投げ銭とコメントをいただいた方からの中から抽選で10名の方にまずこれ松本山賀のこれズミ何なんこれふざけてんのかこれ。いやボールなんですけど、ね、えボールなんですけど、ね、いや分かるよこれ。去年うん、選手サインボール観客投げようと、あ、去年の試合で投げ込もうとしてたけどコロナ禍でできんくなったやつです。に、あ、サイン借りもろて、はいはい、でプレゼントする。プレゼントします。あ、でもこれじゃあレアやな言うたら。そうですね、これ山があってロゴも入ってますからレアですね。お、で、これがもう一個の俺が謎なこれ何もかじゃなくそれじゃあ裏ですね。え、それ裏裏でーでーん、結構近くで見ちゃうけど、はい、これこれ何、めんこ。めんこです。これはね、レアやな。知ってこれ何、めんこ。めんこ、これ、こうやってやるやつ。そうそうそう。あ、これにサイン書いて5名ですね。じゃあめんこに5名、ボールに5名、どっちが当たるかは分からへんってことかな。そうですね。あ、じゃあこれ後でサイン書いてもらおう、生で。じゃあこれ置いといて、置いといて、で、めんことボールだけやったら、まあ、一発目そんなんでええのかと多分言われるから、今日はねグラスルーツアンバサダーからね私物持ってきてもらってんのよ。持ってきた。ええ、え、あれ情報伝達不足。あれいや、一応頼んだんですけどね。あれちょっと見てみよう。うん、見てびっくり。いや、でっかいカバン持ってきてるからさ、なんか入ってるやろうと思うけど、こういう、あ、なんか奥に、あ、奥に、あ、お、なんかすげえの来たよ。お、なんかキリンみたいな、キリン柄の、スパイ、はい、いいのそれ、はい、しかもこれ使った、OK、これ実は、うん、実は、ちょっと、じゃあもしかして、実は、もう実は、現役最後の試合。おい。入っていた。すごい。持たせもっていい？はい。うわ、すげえ。ほんまに見えるかな、みんな。使い込んであるというか。
結構現役最後の試合ってことは何戦？愛媛戦。愛媛戦で履いてた。履いてた。はあ、これはすげえ。ありがとう俺に。なんでや。違う。俺のコレクションに変わるんじゃない？これキッサの。あ、キッサ2点字？キッサ2点字。いやでもこれあれか。見てくれてる方に。まあそうですね。で俺今回何がさいいかってさ。YouTube とプリンやから、まあ、山川のファンの方はもちろんやけど、今までこう正樹がさいたチーム、エスパに始まり札幌フロンターレで千葉、このここのファンの人たちも見てくれてんちゃうかなって。そうですね、そう500人ぐらい、ね、いやすげえ、そんな人からしたらこれもうこれギフティング1万円以上やなこれやらしいやらしい大阪人じゃあこれいただきます。じゃあ、はい、一応整理すると、うん、コメントと、はい、ギフティングいただいたプリンの方ですね、はい、プリンの方にいただいた方はスパイクとボサインボール、はい、とメンコ、メンコのうちの何かが当たる、何かが1個、メンコ5枚、5枚、ボール5個、ボール5個でこれが片方1個ずつ、はい、セットで、セットの方がいいですよね。そりゃそうやなこれすげえな。じゃあちょっといただきますね、はい、置いとく、まあいいか置いとくか。はい、ということで今500人ぐらい見てくれてるの。今500人ぐらい見てます。皆さんもぜひぜひコメントだったりまさきに聞いてみたいことであったりっていうのをどしどしね、いやギフティングとともにいただければと。スパイクすごいってやつ、いうふうに、いや思いますけども、もうじゃあちょっと改めてもじゃあ聞いていくわ話を。はい、まずは現役生活、長い長いコートの現役生活、まずお疲れ様でした。はい、2020シーズン限りでピリオドを打って引退をするということですけども、これでもすごい決断じゃない？俺も通ってきたけど。まあそうですね、はい、なんか何やろ、どういう経緯でっていうか、経緯って言うともおかしいんだけど、どう決断した？だって結構いろんなこと考えるやん、まだまだできるんちゃうかとかさ、いやそうは言っても次の人生のことも考えなあかんし、どういう感じでこの決断に至ったの？まあそうですね、年齢も年齢ですし、うんうんうん、まあ、ここ数年というか、まあここ、まあ、数年ですかね、うん、やっぱりそういう辞めるっていうところの片隅にあって、でもまだやりたい、うん、っていうのはもちろんありましたし、この葛藤が 毎年最近あって、うん、で今し去年か去年のシーズンに限っては、まあそうですね、まあ もちろん量はあったんですけど、うんうん、その中でいろいろ模索してた中で、うん、まあ、山川からこういうお話をいただいて、グラスルーツアンバサダーですね、はい、その時はまだ決まってなかったですけど、なるほどね。で、まあ、その話をいただけるのもタイミングかな、うんうん、もしもう1年やって終わった時に話しるかどうかもわからない。それがあるよね、はい、現役選手って。そう、今この話あるけど1年現役続けたその後やったらもうなくなってるってな、そこに違う人が入ってるかもしれんっていう、それもあるよね、はい、うん、それ分かるわめっちゃのありましたし、うん、シーズン、まあ、去年12月中旬ぐらいに終わって、まあ、いつも、まあ、年末ぐらいまで動くんですよ、もう、まあ、大陸落とさないために、はいはいはい、でその時にあんまり気持ちが上がってこないな。あー、なるほど。いつもなら、うん、もし来年もやってやろうっていう気持ちが結構出てきて動けるんですけど、うん、ちょっと去年に関してはそこがあまり来なかったので、まあ、もうだからそれはもう自分にしか分からへん、リアルな。そうなんですよ、周りからじゃあ分からへん、はい、ああなるほどね、そういうのもあってあってっていう感じです。決断したんやこれはでもかなりでかい決断やんな、サッカー選手からすると。そうですね、まあでも、まあ、体
まだ動けるのは動けるし、け、な、何かこう怪我してとかじゃないもんね。じゃないです、うん、でパワーはもちろん残ってはいますけど、うん、そのパワーを選手として使うのか、うんうん、次に使うのかって考えた時に、まあ、次にそのパワーを使った方がいいなっていうのもあったので、うん、まあなあ、はい、まあ言うたらほんまに現役やめてからの方が人生だし、そうですね、ここで何していくかってめっちゃ大丈夫、はい、でそのパワーがあるうちに次に向けて動き出そうと、はい、そうです。でその次に選んでくれたのが松本山雅のグラスルーツアンバサダー、はい、通称 GRA、 そうなんですか、日本中央競馬団違う、え、違う、 GRA じゃない、じゃない、 GRA じゃなくて GRA、 GRA、 はあ、グラスルーツアンバサダー、これさ多分皆さんも聞きたいと思うんだよ、まあ、いろんなチーム渡り歩いて、しかも活躍もしてきて、で山が最後、まあ1年半か、1年半ですね、実際山がでプレーしたのは、でもやめて山がに残ってくれたっていうところ、コメント見てても残ってくれてありがとうございますとか嬉しいとかね、例えばほら引退後も山がにかかってもらえて嬉しいですとか、はい、来てるけどさ、まあその上になんか高崎広ちゃん、広ちゃんのイストグラ系突っ込まれ、突っ込まれ、これ広や、これベトナムからや、今朝俺のチャンネル見たけど、まあそれちょっと置いといて、まあこうやって言ってくれてるわけやん、よく山賀に残ってくれたねっていう、そこはやっぱ話もらったのかな、まあ話いただいたのもありますし、だからまあでも辞める辞めないの時にもし辞めるんだったら、うんうん、山賀に残って何か仕事を、仕事というか、なんか自分の力になれるんじゃないかっていうのはあったんですね。いやー、それは嬉しいんやんか、だって静岡出身やろ、はい、清水優勢やろ、そうですね、エスパーも長かったよな、長かったですね、いやーでもそれはやっぱ松本山賀としてもすげえ財産やと思う。え、そのさ、何年か前からさ引退っていうのもちらついてきてみたいな言ってたよ、その引退後のビジョンみたいなのも一緒にあったの、何がしたいとか、だから例えば指導者になりたいとか、そうなんです、まあ、で指導者は興味はあって、ぽいぽいよく言われる、めっちゃいい指導者なんです、よく言われるんですけど、あ、でもやっぱ指導者は興味あんねや、はい、あ、ぽいわ、まあでもそもそもグラスルーツアンバサダーってさ何って感じやん、ね、あのグラスルーツダイレクターっていうのは過去におったよ、あ、はい、そうなんですか、そう、カトシンっていうのがめっちゃ前ないけど、そうです、ね、俺らしか分からないけどでもグラスルーツアンバサダー、なんか俺ホームページを見たらアカデミーの顔として、まあ、いろんなサッカーの普及だったりそういうところに顔出してやっていくみたいなってことだ、自分ではどう捉えてるグラスルーツアンバサダー、いやもう本当何でもやです、何でもや、はい、サッカー、まあ、子供たちにも教えますし、うんうん、ホームタウン活動ももちろんしますし、だからサッカー、まあ、スポーツを通じてそういう場をできるだけ皆さんに提供したい、そしてサッカーファミリーを増やしたい、ああこれやな、はい、そこはもう俺の仕事も共通してるし、うん、多分みんな多分山が働いてるやつの共通のところで、サッカーファミリー増やす、山がファミリー増やすっていうのは、まあ、すごい大事なことで、しかもその中で子供たち、そうですね、特に重要視っていうか、はい、そこにじゃあ結構ベクトル向けてっていう感じで、まあそうですね、やっぱり小さい頃からサッカーに触れてもらって、うんうん、まあもうね、ゆくゆくは山がのトップで活躍してもらえるようになんかできたらなと、はい、じゃあもう今もさめちゃくちゃ忙しく活動もうしてるよね、2月1日から今もう今週は忙しかったです、だからとりあえずまずいろんなところ行ってどういうことしてるかとまず見てるっていう状況、はい、あ、そうです、例えばどういうとこ行ってきた、うん、まあガリガニはもちろん、あ、スクールね、したし、諏訪のスクールも行って、あ、もう各所のスクール行ってる、はい、そうですね、あとは、あれ行きましたね、大人の大人のフリーエンジョイ、はい、
そこそれも入る。フリーエンチューじゃないわ。大人の紙になるんですか。いや違います、あのまたハンデこの前、ああこの前俺がやれへんかったやつや、サボったやつ。違う俺あのラジオの収録してきたへんか、好きかって言ってくれ。フリーエンチューもやるんですか。いやもうそれは何でも、うん、やるかどうかは別にして、まず 見に来てくれ。参加者すごい出るんじゃないですか。だからフリーエンジョイなんて今でももう20人ぐらい、うん、まあ、ちょっとコロナで減ったけど、あるな。一緒にやれるってなったらね、これはでも言うたら魅力やん か、 だから 俺とやるよりさ、まさきちゃんの方がええやん絶対。なんか言ってましたよ、ね、俺とやるよりガチャさんだとシュートがのゴールの上バーンって言ってたら、ちゃ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 、いやいやいや、まあそうか。まあでも確かに性格出ますね。いや俺はもうだからあんなわざと外して入れてもうたらだってさのバーンって。でも俺はもうほんまに挙手とか打つから、たまに被害者ドーンってそういうのないなさそう。うまくうまいことこうこうこうポーンって入れそうやもんな。いや結構、まあ、行くやろ、行くやろ、ピシーと行きたくなるやんな。行ったけど枠の中入ってました。あやっぱそれがさ、まあ、それはもうそれがもうあの J1、J2、そうですね、何百試合で出てきた選手と2桁の選手の差ですよ。それもうそれはその、そうですね、もう見てる方も絶対分かってるんやけど、この一緒に並んでる、だから俺の画面もっとこんなんでもええぐらい、あのサッカー選手としての画面の広さで例えるならもうほんまに。そうですね。まあでもこれ嬉しいな。今後何したいの。じゃあほんま今後どうなっていく。今後でもやっぱ指導者も興味あるもんな。そうですね。なんかそう育成のとこってことか、それトップってとこってこと。興味があるのは育成の方が、うん、はい、あります。なんか聞いた話によると小中学生とかそっち系の。まあそうですね。まあまあその一番大事やもんな、そこの時期が。それだからあれですか、今まで影響をやっぱ受けたとか、その時の指導者をやっぱりこう印象持ってる。ああそうか、そう、山本選手がこうもともとですね、やっぱり指導者、中学高校とか、やっぱりエスパー、エスパー名門やもん、エスパーの株組織って。いやいやいやまたそうやってうまいこと。どこでしたっけ。ね、俺ね青黒のガンバ青黒、はい、ただ聞いてくる、Jユースカップ得点をなったのに、うん、トップチーム上がられへんかった唯一の人間そういうね、肩書きあります。なるほど、うん、え、得点王だったり上がれなかったんですかそうやんな、そういうこともあるんやな、多分な。まあでも、エスパの下部組織でじゃあ、いい指導者巡り合ったと言って、はい、それで今、俺もそうなりたいみたいな。そうですね。まあでもそうなっていくけど、今いろんなとこ見ながら、いろんな経験も踏みながらそうですね、やっていく、はい、じゃあだいぶ忙しいな。はい、忙しいです。先だ、今日、ん、今週からやっててるんですけど、うん、2日3日ぐらいの結構もうやばかったです。あ、もう生活がそうやな、ガラッと変わっちゃう。ガラッと変わるよね。そこら辺はまだまだ慣れへんやん。慣れないです。なもう帰るのも、まあ、9時過ぎ10時過ぎとかで、そこからご飯も食べるんで。あ、今までそんななかった。食べる人夜ご飯食べる人。食べたいです。食べたい人。食べたいです。俺食べたら太るっていく人やな。どう、まあ、いきなりトレーニングなくなったよ。はい、太りたい、太らへんか、これ。いや、結構太りました。結構太る？顔に出るんですよ。これ、丸くなってるんですよ。これ、ま、黒くなってるわけじゃなくて？いや、黒いの、もともと。ジグロ。ジグロ。ジグロ。日焼けしてんのかな、思ったけど。ジグロ。ジグロ、ジグロ。どこからがジャージで、どこからが髪の毛でって分からへんかったけど。ここ、顔。あか、そこか。いくつかちょっと質問来てる。ちょうだい、ちょうだい。松本マラソン出ますかっていう。おお、出なあかんでな、これ通りやもん。マラソンはどうですか。マラソン 42.195km。 え、本当に。ガチマラソン、ガチマラソン出たの。 42.195km 完走してます。5時間14分で。それは越したい。いや、それはね、多分超える。てっちゃんは4時間何分とか、めっちゃ早かった。いや、テスト早いです。で、一番早かった社長。え、で、一番練習時間あるね。仕事してないみたいな。いや、そこはもう負けず嫌いやし。まあでもオファーあったら出る。でもこれ出るって言ったらもう絶対あったら出なかった。もう残ってますからね。うん、そうですね。どうしましょうね。いや、でも多分登竜門が絶対出されるで。出されますね。だって
俺も出たし、阿部拓也も出たし、拓也、はい、何時間何秒だっけ、何が松本マラソン、マラソン4時間30分ぐらい、そう、早いね、早いで、今コロナやからほとんどないけど、はい、普通の時は各種マラソン大会って結構あるね、松本マラソンの、はい、で、諏訪湖ハーフマラソン、いくらっていうか、生坂村の10キロマラソン、はい、で、安曇野マラソン、これ、全部出る全部出よ、でも、その勢いで出てたよ、俺とかてっちゃんは。でも俺はもうフルマラソン走って完走できたから、それ以外はいかんって走れる、走れる、走れますよ、マラソン、まあ、走ったことないけど、じゃあ出る、で、まあ、スケジュールがやもう芸能人みたいなこと言うやん、スケジュールとか言って次の質問いきます、ああ、ちょうだい、でも松本残るね、ご家族の反対とかない、ああ、そうやな、そこめっちゃ真面目なやつ、いや、そうです、反対はなかったですかね、今はあれか、家族ですね、はい、はあ、まあでも奥さんはまずそもそも本当に辞めるのかっていう、まあまずそこやんな、ところで葛藤があって、はい、で、まあ退くと言った時の、うん、どうやった奥さんの反応は、まあそうかみたいな、もうちょっとやってほしかったよな、じゃあっていうのはあったみたいです、あ、まあでもそこは誰しもが、まあ、通るというか、まあその奥さんにも言えるよね、そうですね、分かったって言ってスパッとこうなる人もいれば、もうちょっとできるんちゃうって言ってくれる人もいるし、なるほどね、こっちでもいろ、え、こっちって YouTube の画面、これそっち YouTube なんですけど、うん、やっぱ お顔がぷっくりしたなと思いました、ね、あ、コメントもこっちいただいて、あら、もうすでにやっぱり出てるんじゃないか、そうなんです、すごいすごい、はい、じゃあもうどんどん来るやん、こっから、いや、それめっちゃ言われんで、いや、そうなんですよ、俺もめっちゃ言われる俺なんかもう今顔でかいからやっていじられんねんけどちょっとでも髪切って顔ちっちゃくしたあと松本周辺の観光地どうですか、うん、詳しくなりましたか、ああ、もう随時のホームタウン活動していくんでね、あ、おお、ちょ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 っと立て付けは立て付けラーメンに入ろうとするからキスタの付き合い立て付け悪いよこれラーメン入ろうとするからガタガタやなこれ、机がいろんなとこ行って好きになってほしいって声が、いや、僕もだ1年半で去年あんまり出かけなかったコロナ禍で、うんうん、僕もいろいろ行きたいんですよ、まあ、でももうでもすでにいろんなとこ行ってるもんな、まあそうですね、諏訪行って、まあでもサッカーしに行ってるだけやから、まあ、そうです、あとはその地域の人となんかこう触れ合ったりとかすると、はい、まためちゃくちゃおもろい、そうなんですよ、それやっぱ場所場所でやっぱさ全然違うし、はい、その暑さも種類入りによってなんか違うみたいな感じもあるし、うん、え、こここんなに暑いんやとか、うん、逆にここ全然山が浸透してないやとかめっちゃあんね、いろんなとこ、もう長野県広いから、はい、そうで上行けばパルセロもあるけど、まあ、いろんなとこ行ってね楽しんでほしいなというふうに思うし、いろんな人と出会ってほしいと思うけど、これちょっと質問受け付けますかね、うん、でもあれ、山本選手はアンバサダーになって今度はなんでみんなに呼ばれたいですかっていう質問が確かに来てるけど、なんですかね、なんすか、なんてっちゃんとかガチャとかそういう感じですか、あ、まあ俺は片手ガチャマサダーでやってるんで片手ファウル11みたいにミドルで山本まさき GRC まさきみたいな GRC? あ、GRA かどういうのがまさきって言われる方が多いですよね、まさきが多い選手とかはね、そうですね、まさキング、まさキングかな、まさキングはちょっとまさキングはちょっとまさき、まさとやからな、え、片山さん聞いてないですえ、なんで言われたなんで言われたんよそれ、そう、まあ何でもいいですけどね、え、まさきでいいんか、じゃあ、もうまさき、まさきで、まさき、まさき、まさきでいいんか、まさきでいいです、語尾強めでな、そうです、まさきでいい、まさき、それもサポーターからもそういうふうに言われても大丈夫です、まあ何でもいいっちゅうことやろ、はい、だからこれでもさ、ちょっと聞きたいよな、なんかこの札幌とかさ、はい、エスパとかフロンターレ千葉、そっから見てるよっていう人ちょっとアピールしてほしいよね、どこどこから見てますみたいな、札幌から見てますみたいな、やっぱり静かなイメージだった話ぶりがすごく、お、
ちゃうやん、もう作ってる。あの、見てます。あ、どうぞ。松本に来て美味しいのは何ですか？あ、あ、美味しいな、美味しいなね。食事か。そうですね。松本に来て美味しいな。美味しいな。ではまあ、この後出てきますけど。あ、そっちにこう誘導される、これもう誘導人馬やね。肉が好きなの。肉、肉が、肉が好きなの。肉ね、肉が好きなのね。結構あれなんですよね、こってりがね、こってりが、こってりというか、こってり、こってりというかジューシーなのが、あ、うん、波なぎから見てますってめっちゃ近い、ね、あ、そう、ほら埼玉から見てますって、あ、すごいね、バハマから見てますって。ほんまかい、すげえじゃん。これちょけてくる人おるんちゃう。バハマってで、ヒロチャンネルがベトナムから見てますって来るんちゃう、これ。でもやっぱ皆さん、その松本の好きな場所とかどうですかとか、南進もっと来てよとか。ああ、まあそうか。もうやっぱそういう気に入ったホームタウンのスポットはとか、結構そこ気にしてるみたいですね。やっぱいろんな地域とか見てて、やっぱ各所各所やっぱ自分たち俺らが町一番みたいなのあるからさ。そうです。で、あの、そんなお肉好きのまさきさん、いや、お肉好きのまさきとか言ってめっちゃ野菜やん。めっちゃ野菜、揚げ野菜トッピング、これなんすか。これ揚げ野菜カレー、トッピングカレー、トッピングカレー、これや、俺が頼んだのか。まさに肉や。おお、これちょっと画面に見せる。肉でこってりつこれ、ちょっと GoPro 上から撮ってくれ。すごない、これ。これね、これ俺が頼んだのは今これ山賊焼きの喫茶山賀カレー。うまそう。っていうのも今ね、ボリュームがすごい。喫茶山賀が、なんかもうカンペ読むけど、バレンタインフェアっていうのやってるんですね。バレンタインフェア、2月の14日の日曜日まで、喫茶山賀がバレンタインフェアを開催しておりますということで、ガンズくんの豆のクッキーだったり、まあそういうバレンタインちなみなものが買えると。あとはホット抹茶ミルクとかね、いろんなもの買えるんやけど、それと並行してですね、テイクアウトのカレーもやっとるのよ。そうです。そう、新加入選手イチオシトッピングカレーテイクアウトっていうのやってて、今回新加入選手のイチオシトッピングカレーを食べるのはまさきだね。ちょっと見せてもらっていいですか。これはこれです。揚げ野菜はね、浜崎拓磨選手と野々村選手が推してます。はい、揚げ野菜トッピング、はい、200円ですプラスを今回まさきはチョイスしたと。はい、で俺がチョイスさせてもらったのは、もうこの見るからに俺って感じのこの山賊焼き。これは誰、ガンズくん。ガンズくんです。ガンズくんの応援カレー。応援カレーです。今ガンズくんが J リーグマスコット総選挙2021というものに出てまして、はい、昨年9位という、なかなかこう安倍さんが言ってたようにしょっぱい順位。安倍さんが言ってた。なんでこの選手の、本当にやめろ。9位という、まあ、ちょっと1位狙った俺らとしては不甲斐ない結果になってしまった。俺らの努力不足もあったけど、でも今回はいただき目指してる1位、はい、来週はいただき目指さない。だから皆さんも1日1投票、1投票、 LINE と Twitter と J リーグ公式アプリから、これ全部3回いける。そうですね、 LINE とアプリは毎日。あ、 LINE とアプリは毎日いけるんで、はい、あ、選手もね、つぶやいてくれてるけど、朝起きたらガンズくん入れると、はい、っていうののカレーを、まあこれがまさに今テイクアウトでこのまま持って帰れますということなので、はい、皆さんもぜひね、カレー食べたくなったりしたら喫茶山賀テイクアウトでやりたいと思います。お願いします。2月14日まではバレンタインフェアやってます。お願いします。あ、じゃあちょっと内定者に配ってるね。内定者にこの鬼滅の刃をもう超もじってる流行り物乗るよねっていうやつ、俺これね、図案出来上がってきた時にもうそれやったらもっと鬼滅押せって俺言っちゃったよ。ダメ出ししちゃった一回で、作り直されてこれです。そうだ、ちょっと控えめやってん。おお、これでももうこの下とかのこのちょっとやつ使うなら、もう食べる。食べる。あ、違う。ちょっと、すごい。じゃあ、まさき食リポしてもらおうよ。まさきの食リポ。だいぶ持ってってるから。オッケーオッケー。じゃあ、まさきちょっと、食リポして。ガチャ、それサラダは、サラダ。あ、サラダは、
今日シェフからの就任記念のサービス。ありがとうございます。JGRA の就任サービス、はい、本来はついてない、皆さん金だけ。なるほど。じゃあ現役時代あるんですかね、食レポとかは。おございません。おいこう、初めて食レポ。しかも言われてる時代は結構難しい。いや食レポしかも山本まさきが、いやでもすごいですよ、食レポする。おいサポーターも来てますね、こっちプリンの方にも。ほら食べましょう。ほらもうガチャからまさきにあーんするのみたい。ごめん、ね、コロナ禍やから今これできへんねん。ここにあるからごめんな、またコロナがあれっすね、難しいっすね。おい行こう。じゃあ俺振ろうか。はい、山本まさきが人生初の食レポに出会った。世界売れるん大佐岐阜で。じゃあまず来たよ。いや何も乗っけてへんやからそれ。いやまずまずね。いや、本部初公開やねん。どうどうどう、うん、コクがあって、コクがあって口の中で、うん、口の中で何何何バーッと広がって、カレー足んなかった、ね、もうシェフがシェフが入ってきた、ね、カレー足んなかったら、カレー足んなかったらまだあると。どんどん進む、非常に美味しいです。あれでもロッカールームでね食べてたカレー、はい、食べてたよ、試合終わった後食べてました。それと一緒に、はい、おあのねすごいありがたいんですよいつも。あーね、試合後、試合後ほんと腹減るんですよね。腹減るよな。腹減ってカレー、うん、最高っす。最高やろ。最高っす。このカレーはほんまに美味しいよ。じゃあちょっと食べながら、あの、うん、皆さんちょっと食べて、俺も食っていいの。はい、食べていいです。俺これさ食おうにももう肉がもうすごくて食べながらちょっと質問がですね、はい、質問結構来てますので、はい、答えていこうか。いきましょうか。はい、高橋亮選手や小林選手など SNS で、まさきさんの引退に触れている選手がたくさんいました。お、直接報告した時に意外な反応した選手はいますか。うん、フロントラインの小林と、うん、まあ、小林は寂しがってました。やっぱり、はい、マジか、小林顔マジかみたいな、まだできるでしょみたいな感じだったんですけど、いや、もう無理だっつって次の舞台行くと、はい、うん、っていう感じです。まあ、あとみんな早くないっていうのは言われました。今 30?3 です。33。まあでもまだできるって言うたらそうやけど、早くて引退する選手もねいっぱいいる中で33までやってきたっていうのはすごいよね。うん、たけ、うん、何歳で引退したん。32と変わんないじゃないですか。変わらんのかい。いやそこ20何かなと思ってたのに変わんない。すいません、難しい。レベルが違うんです。やってるレベルが、どんどんまた質問いこうよ。はい、行きましょうか。田中パウロ選手とはフロンターレの時一緒だったと思いますが、うん、移籍してくることが決まってお話しましたか。あ、しましたよ。しました。しました。年始ですかね。僕が練習参加か自主練にみんなと一緒に参加してた時に、うん、あいつが来て、でこんにちはみたいな挨拶して、でその時挨拶で終わったんですけど、ちょうどその当日に引退発表で。でそしたらその引退発表したすぐ後に LINE で、知らなかったです言ってくださいよそれそうなる、確かそうなるな、それはいやごめんごめんってびっくりする。あ、でもそうか、まあみんな早いなっていう反応やな。まあそんだけだから皆さんはまだまだできるやろうという、これがまあ言ってもらえるとやっぱ嬉しいけど、やっぱ自分にしか分からない、さっきも言ったけど、あるもんね、タイミングというか。そうですね、うん、なんかこう日があまりつきにくくなってるとか、それはもうまさきの決断はね、多分もうみんな今は尊重して次の人生で頑張れと思ってくれてると思うけどね。さあどんどん行こうか。試合後はナッツとフルーツではないんですかって来てるけど、はい、試合後はナッツとフルーツではないんですかみたいな、そんな好きって言ったの。これはねあれです、うん、ジェフの時に、はいはい、あ、じゃあこれジェフの人やな多分。そうですね、うん、いやこうあれですね、うん、ナッツとフルーツやったんや、ジェフの
トレーナー、トレーナーですあ、ジェフのトレーナーこれ秋吉これジェフのトレーナー暇やな、ジェフのトレーナーよくしてもらってたんですよ毛が多くて、そこにずっと見てくれてた。え、ナッツとフルーツってあれじゃん、ファン S ナイデルの時。そうです。俺聞いてたよ、話、高行から。そうです。えぐいらしいな、食べ物のあれが。規制が。規制がね、夜ご飯とか撮らなあかんねやろ。で、送らなあかんねや、写真。あ、そうです、それもありました。あ、なんか俺、どっちに聞いたの。そう、すごいんですよ。あ、でもじゃあ、ナッツとフルーツやったけど、カレーになって、送られんじゃん、ファン S ナイデルカレーってこと。これ見たら、まあでも、引退したんで大丈夫です。まあそうやね。はい。あ、これでもそうか、じゃあ千葉のトレーナーの人が入れてくれてんねやすごいな、それは面白い。あ、喫茶の人にからも聞きますか、なんかもしご質問あれば。で、今日たまたまね、買いに来てくださってる方いるから、俺その間にサンドクックとかから俺ご質問ありますか。俺も食べたいです。うん、なんか質問ありましたらどうぞ。まさき選手に、なんか質問あれば直接ここで食べ。カメラ、こんなジューシーな山賊焼きが入ってるんですよ。カメラ振らない。この分厚さとこの柔らかさ最高やね、ほんま。すぐワニちゃうから。ワニちゃう、ワニちゃうって分かる、恥ずかしがるって。松本弁やのこれ。これ勉強してんから。あ、ちょうどいいですかね。いいよ。はい、うん、じゃあいきます。うん、今までやってきた試合で印象に残ってる試合はありますか。そらもういろいろあるやろな。山が出てないよ、全部よ。そうそうす、そうですね。うん、どこでもいいんですか。いいよ、どこでも。川崎時代の、うん、名古屋戦なんですけど、うん、川崎に移籍して初めて点取った試合で、お、その、そうですね、その時勝って、そこからちょっと上昇気流に乗ったというか、まあ、最終的に3位で ACL まで行ったんですけど。ああ、ACL まで行った、3位で J1 すごいっすね。すごいな。今とだってもう2連覇とかもしてますからね、川崎は。ああ、そうか。川崎はな、去年かなり勝ち点も離してね、あの優勝したけど。はあ、山賀ではどう。山賀ではそうですね、うん、どれだろうな。まあそうですね、去年の水戸戦、うん、アシストしたあれなやつですかね、坂野選手に、はい、右45度ぐらいからのそうですねクロス巻いて、はい、あの後のドヤ顔すごかった。俺は見逃しなかった多分みんな坂野の方見てたと思うけど、まさきのどうやみたいな俺はもう見逃さへんかったとかねしてたよね、はい、俺はもうで、なんかもう入れたやつのとこ行って喜ぶこともなく、このアシストどうみたいな感じでもう仁王立ちしたの全然得点者とこいたんな。そうですね、見てるね。後半から入って僕そうで逆転されたんですよ、うん、でその後の同点のアシストだったんで、うん、そう、気持ちよかった、見てる方も。私もうイメージ通りのボールだったんで、うん、多分気持ちよくなってましたね。いや気持ちよくなってた、あの表情、はい、あの感じは今の感じからは想像的に感じると思う。ドヤみたいな、まあ、俺のクロスどう。いやちょっといいですかね。はいよ。塚川選手がラッカーとかこっちも来てるわ。お、あ、言ってましたね。であと喫茶から質問、うん、松本で綺麗だなと思った場所ありますか。綺麗だな、お、昨日今日の山めっちゃ綺麗だな綺麗だな、どこっていうよりも見渡した山が綺麗です。あ、見渡した山が綺麗、見渡した山が綺麗だと。だからあそこから薄い質問、あ、そっから直接じゃないですか。あれやから直接は、まあ、あのコロナ禍やから、あ、なるほど、この一回メディアを通して海外のサーバーを経由してやっぱり来ないと。見渡したらもう山々が、なるほど、こっちの北アルプスかな。確かに晴れてたらめちゃくちゃ綺麗やもんね。まあでもあの景色をどん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 毎年見ていってどう感じていくか。そうですね、うん、でもあれも、もう俺も何年もいるけど飽きひんな、うん、いや飽きないです、あれは絶対。いやそれはあるわ。
さて行きましょうか。はい、どうぞ。サッカーに必要なのは、うん、技術、フィジカル、どちらですか？お、これうちにいた某選手がインスタでつぶやいとったことはあったけどな。まさきからしてだな、じゃあ。そうです、今後多分指導に入ると思うので、うん、そういうのちょっと聞いた。これは技術、うん、フィジカル、うん、メンタル、うん、全部です。全部です。え、全部ですよ。順位つけるとしたらってのはないもん。ないです。全部三位一体というか、うん、同じバランスでがいい、うん、がいいというか必要なんじゃないかなと思います。まあ、これはもうまさに言うことをな信じてやってもらおう。俺が言ってもあかんから俺はもうフィジカル言うじゃん。キッサーからあちらから質問いただきます。はい、どうぞ。オフ中あった選手いますか？オフ中にこの期間、オフの間にちょっとあった選手。ああ。山田がいいですかね。あ、誰でも大丈夫。そこで聞く、そこで聞く。そこで聞いとるやないか。キッサーから質問いただきます。そうですね、だからさっき言いましたけど、自主練に僕参加させてもらってたんで、その時に、誰だったかな、まあ、はゆさん、うん、坂野、高橋亮、前ちゃん、前高之、前高之と、あと時田と、結構合ってるね。結構合ってますよ、うん、一緒にやってたんで。あと誰、田中健吾、うん、やべ、誰か忘れてんな、絶対怒られちゃうな。いや、思い出せない。まあ、いいんちゃう。じゃあ、ちょっと。じゃあ、これは、これいこうよ。そうですね。ライセンスは S 級取得目指してますかって。これ結構、ぶっ込んできますね。ぶっ込んできたな。でも、指導者がやるやったら、それはどう？まあ、持ってたらいいなと思いますけど、まだ、そこまでに行く道のりが長すぎて。あ、今なんかあるの？ C とか。今 C まで。ああ、C か。C やから、B 取って A 取って S や。ってあ、道のりが長いんで、まだそこまで取れるっていう。そう、あ、さんがうまくやり直すポジションやってみたい。俺あんねん、キーパー。何ですか？え、俺キーパーやりたい。まあ俺の話はちょっといいけど。ある、なんか。まあでも、やりたい。フォワード。お、点取る。フォワード、ガンガン点取る。点取る、うん、かな。もうやっぱフォワードか。点取りたいかな。いやー、どう、いや、10番まあ、変わらずね、はい、あと、いいですか、こちらの質問で。はい。まあ、落ち込んだ時にこう気持ちを切り替える方法とかあれば教えてください。わー、それはもう俺も聞きたいわ、ぜひ。は、なんだろう、美味しいもの食べる。お、まさにこれ。カレー、キツヤマカレー。カレー、はい、そうっす。美味しいもの食べる、で、寝る。寝て起きたら結構スッキリしてることが多い。まさき、キツヤマカレーよ、これわかる？マサオ、J リーグカレー用のパルです。いや、わかんないですね。わからん？昔あったやん。ありましたね。あったやんな。ありました。ラモスが、ラモさんが、子供が最後ラモスになってるっていう。もうさ、それ分かる人いるんですかね。いるって、先輩。で、あれマサオやったやん。で、これマサキやから、ちょっと一応ぶっ込んでみたんやけど。あとですね、はい、まあ、ホームゲームの時、アルウィンにいることありますか？あ、そうやな。どういう形なんだよ。どういう形なのかな。ありますよ。トップチームの。あります、あります。手伝い行きます。準備します。片付けします。お、はい、ゴール設営部隊かな。俺はもう引退して常にゴール設営部隊で、一番早く来てなんかゴール組み立てるやつあるんですか？そう、あるある。俺もその道のプロやから、ーゴールのペギ打ち職人って呼んでるから。でも多分隣でスクールも多分、あ、そうか、イベントもやってるんかな。まあでもそういうことにも入ってくると。はい、はあ、なるほど。それもやるんですね。やります、やります。あ、素晴らしい。ほら、マサオね、ラモスに変身で笑ってる人おるやん。懐かしいって、ほら。ああ、よかった、拾ってくれる人いて。じゃあどんどん行く？へこんだ時気分変える方法はっていうのはこれですかね。あ、へこんだ時気分変える方法は美味しいもん食えてな。美味しいもん食えていきます。え、もうだ、分かった。一番好きなもんなんなの？美味しいもんって一番好きなの？
一番やねん。一番はない。いや絶好ない。なんで全部好きな。全部好き。肉か。肉、寿司。え、寿司、餃子。餃子のフリーズ出してもらったら止まらへんっていうこのやつが。いや、やめましょう。やめよう。そうですね。あとはすげえな。そうですね。なんかいろいろ来てるけど、あ、いや、はい、山本さんから見て今年の山がどうですか、うん、まあ、ね、選手も半分ぐらい変わったけど、注目選手も含めてお願いします、うん、どうですか、はい、そうですね、まあ、結構入れ替わって大変だとは思いますけど、うん、いい選手がたくさん入ってきましたし、本当、なんだろう、勝ち始めたら止まんないんじゃないかなっていう感じはあります、ね、どう、注目選手、どう、注目選手は、まあ、カズかな、佐藤和弘。カズ、三浦カズ。カズ、三浦カズ。外れるのはそれも分からへん人多いって。でも佐藤選手ね、はい、佐藤和弘選手、佐藤、なんで佐藤選手、そう、なんでその心は、まあ、やっぱ去年途中から来て、うん、もうすぐ中心選手になりましたし、はい、いや、そもそも技術が高い、うんうんうん、あそこで落ち着けるんで、うん、そこで落ち着かせてもう散らしてもらって、そしたらやっぱ攻撃の幅が広がると思うんで、いや、これは、なるほどな。じゃあ佐渡和推しで。もうでもほんまにでもそうやね、これ勝ち癖ついたら止まらんのちゃうっていう、まあ勢いも出てね、ありそうやね、それは。だ、まあ、パウロとかいるし、もう調子乗ってダンダンダーンって、ね、パウロももうこれで試合でも活躍してくれてね、はい、点とか取り始めたらもう無双やと思うから。ああ、なるほどなるほど。試合の解説とか言いたいですかっていう。それはこうなるけどな。でもなん、やりたいですけど多分喋れないです。出てこないです。出てくるってサッカーになったら。そこがでも、まあ、まあでもそう、めちゃくちゃ勉強になるし、ただめちゃくちゃ難しい。うん、まあ俺もやらせてもらってるけど、まあその賛否両論もちろんあるし、ただまあめちゃくちゃ勉強にはなるな。まあそういう機会があればね。そうですね、うん、まあグラスルーツアンバサダー、可能性は無限大やなっていうのが。そうですね、結構まさきさんのサッカー教室行ってみたい人はコメント結構いただいてた、うん、そうだ、だから自分のグラスルーツアンバサダーが教えるサッカー教室みたいなのもやればいいんだろ。そうです、多分。そうです、慣れてきた、自分で企画したってことだよ、まあ、はい、でそこで俺もちょっと玉拾いかなんかで使ってもらって出たがる俺もその玉拾いかなんかで使ってもらう、司会進行で使ってもらうみたいな。そうですね、ガチャさんの解説も好きですよって聞きました。 ありがとうございます。もう本当にいろいろあるんで、賛否の両論いろいろあるんで。でもホームゲームのまさき君の出現率はいかほどでしょうか。そうやな、だからまだ決まってないもんな。まだ決まってないです。まだ決まってないですね。だからそのスクールのとこも、まあ、まずは多分メインがスクールのとこになってくると思うから、一緒にやるのか。そうですね、ホームタウンでやっぱり子どものサッカー教室やってほしいと、はい、うん、結構軟心とかいっぱいホームタウンある。そうだから俺今石田と企画してるのがあって、ドリブルとシュートっていうのを教室やろうかなと思ってるけど、これまさきも噛んでもらってね。そうですね、まあ、パス散らすみたいな、パス散らして、やりたい企画ありますかっていうのは、まさにそれですかね。そうか、そういう質問はね、はい、もうまだ今ここに来てやりたい企画という、まあそこまで余裕がないんで。そうですね、今はもうだからまずは全部を見て。そうです、もう何をしているのか、どういうことをしているのかって。そうです、で自分の生活リズムっていうのを作りたいよね、はい、多分週末とかはその週によって全然違うと思うから、まずそこでいろんなもん見て、はい、リズムを感じて、でも変な話抜くとか抜いてやるとかやるみたいなのができてくれば、またいろんなこと企画とかもできるんだろうな。そうですね、うん、今はもうめっちゃ詰め込んでるみたいな。そうですね、あのアウェー遠征バスツアーは行かないんですか。いや、これ俺もね連れて行きたいな思ってんの。ほんまに千葉とかね。そう、うん、千葉、そうだな、千葉ぐらいやったら距離的に。上田にも来てほしいってコメントもありますね。上田も行きたいな。
作るあるからな、上田にも。まあそうですね、うん、確かに。いやだからもう可能性はもうほんまに無限だよね、これは。はい、はあ、さて、じゃあちょっと時間もあれなんですけど、もう1時間経つやんか。そうなんです、うん、なんで俺カレー食ってんのかな。プレゼントをもう一回ちょっと、はいはい、整理させていただいてもいい。じゃあこれ一回カレー下げるか。置いといて大丈夫です。置いといて一旦置いといて。今回はですね、ギフティング投げ銭していただいた方とコメントプリンですね、プリンの公式アカウントでしてくださった方にまずは、このはいはい、あ書きましょうか、もうサイン書いていこうか、この緑の何でもない緑のボールがまさきのサインが入ることによってレアものに変わるという、まさとのサインもいらん、まさとはちょっと大丈夫ね多分長野県中の人持ってると思うよね。まさきのサイン、まさきが欲しいね、はい、今ちょうど書いていただいてるんでね。おお、入りましたよ、初サイン、初サイン、初サイン、おー、ジアレこれが、これでいこうかな。そうっすね、書いてみて。ちょっと、ほんまに書いてるのちょっと生中継してよ、書いてるやつ。え、ちょっと本邦初公開 GR 書きにくいですかね。 A おー、すげえ、日付とか言ってたら今日の。お、確かになんか、言うたら引退後初配信な、何でもあるやな、初サインですよ、引退後初サインとか、引退後初配信とか、なかなか、2月引退後初配信ですね、7日。おい、あとじゃあメンコ、メンコの方にも、はい、メンコ、これでも黒でもいいの、裏でいいんですか、表の方がいいですか、表の方がいいですかね、まあ、表でサインバサーンやってもらって、パチンってやってもらって消えたらもう一回書きますみたいな。いや難しいね、おぉ、すげえすげえ、カレクトコまだ来る、大丈夫、はい、入りましたね、うん、はい、はい、これ、今日コメントいただいた方のプレゼントですね、はい、せっかく視聴いただいた方、これがあるよ、これが、あ、そうかそうか、これでも、黒やったら書けへんじゃん、なんか考えるか、スペースなくない、黒で書く、まさきさんが引退試合で履いてた最後の引退試合、引退試合じゃなかったな、違うな、そう、現役時代最後に履いてたスパイク、そうです、このキリンみたいなやつじゃあこれでもサインどこに書く、書けるか、だって黒やから、どうしましょうね、銀とかで書いた方がいいんかな、銀の方がいいですね、後日、じゃあ後日銀で、これはちょっともう綺麗に書いた方がいいんちゃう、これすごい歌詞いると思う、これだからちょっとこれはコメントとかいっぱい、うん、俺がもらって、はい、いや違う、同じものを俺がレアルスポーツ買ってきて出すから違う、これはやっぱね、いろんな武崎さんのサポーターもいらっしゃると思うんでね、いやほんまにそういう人たち、デスパに始まり、もう一回言うな、デスパに始まり、札幌、川崎、千葉、そして松本山田、はい、この各チームで活躍された山本雅樹選手の元気最後の試合で履いてたスパイク、こちらを1名の方にプレゼント、ヒロチャンネルみたいにこれ片っぽずつじゃないからこれセットな、ベトナムから、ベトナムから、さああっという間の1時間、はい、これでも配信落ちひんかったな、よかったな、今日よかったですね、確かに、いやだからこれ最後にじゃあ今後に向けての抱負というかもらっとこうか、もうフォーというかファンサポーターの皆さんへのメッセージもらっとこう、そうですね、まずはじゃあファンサポーターの皆さんへのちょっといきなり振って、はい、あれやけど準備できるまで俺喋っといてもいいけど、いやもういける、この前この前なんか少年団に向けての少年団に向けての動画を撮るのにあれ30秒ぐらい喋ったそう30秒ぐらい喋るのに20分ぐらいかかってたこれすごい真面目な人やなと思って俺見てたけど、もういける、はい、いけるくなったら言って、まあ、あのファンサポーター向けてというあとはで今後の方です、ね、うん、まずはファンサポーターに向けてのメッセージを、はい、まあ、だからこれは山形のファンはもちろん今まで応援してくれたチームも含めてやから、はい、でもそっちから取った方がいいかもしれない、本当ですか、うん、もしかしますか、うん、
はい、皆さん現役生活いろいろ応援していただいてありがとうございました。これからグラスルーツアンバサダーだとして、皆さんとより深く広く、付き合っていけたらなと思います。よろしくお願いします。そして子どもたちのみんな、一緒にサッカーする機会がどんどん増えてくると思うので、その時は一緒にサッカーして楽しみましょう。待ってます。いやめっちゃ上手くなってきてる。いや、これだってこれさ、この前撮ろうとしたらついの3、4日前やったけど20分ぐらいかかってたで。テイク8ぐらいはいったかな。8はいってないです。いってない、3、4ぐらい。いや、多分この1週間に成長したんです。いやでもやっぱ嬉しいよね、ファンサポーターの方は、ね、なかなかこうやってさ、引退しました、次の職つきますっていうのを直接言う場が、まあ、コロナもあってない選手が多い中、こうやってね、まあ、伝えれたっていうのは、はい、逆に聞いてる人も嬉しいんじゃないかなっていうふうに思うし、だからこれもあれやな、俺分かったわ、てっちゃんも引退してあれやけど、もう合同で引退じゃないな、コロナ落ち着いたら。面白いですね、てっちゃんフレンズバーサスまさきフレンズで俺と庄司拓也は玉ひろそれはいいですね引退何もしてないけど一応玉ひろでも見たい、それ放送ですよね、それね。だからてっちゃんの引退試合とか多分もしかしたらあるかもしれんから、そこにまさきがこうやって俺らもちょっと入れてもらってまた入れてもらってやりたい。ただもうほんまに、まあ、まずはこのコロナ禍の中で生き抜いていかなあかんけど、まあ、いろいろ大変やけどね、一緒に手と手を取り合って、はい、そうですね、山上に増やして皆さんの笑顔を増やせるようにやっていこうよ、コラボしましょう、コラボ、はい、だってまさきとまさとやから新進コンビですよ新進コンビね、新進コンビ、また第2弾もあるんですかね、皆さんのあれがお声があれば第2弾。いやもうそれ第2弾もあるよ、これ まさきで、これこの初々しい感じと半年とか経って1年とか経った時になんかもうすんげえブラックまさき出てきてるんですよいや今日さあそこ行ったんだけどさみたいなそういうのをちょっとさやっていこうよ、いろいろと。あとなんかある？ほんまにありがとうございます、ね、これすごい今回コメント多かったですね。いやだから俺一人じゃダメかいや違う、あれガズさんまたキャンプもね、いや行けたらね、キャンプは鹿児島ね行く予定ではいる、あとはコロナの話、ほんまは御殿場と清水に行って配信する予定やってんけど、まあ、コロナの影響でちょっとできんくなったから、まあ、こういう機会もどんどん増やして、まあ、ガチャが行くシリーズ、まさきが行くシリーズもあるし、まさきが行くシリーズはちょっとあれやなこういうことですか、これやなコラボしながらね、コラボしながらやっていければなっていう、定期的にやりましょう、うん、今回は、はい、山本、JA じゃない、GRA、これ覚えにくいな、グラスルーツアンバサダーですね、グラスルーツアンバサダー、日本中央競馬会違います、 GRA ではない、 GRA は日本 GRA です、 GRA は日本中央競馬会、 R さっきのそうそう、締め、締めから締め、締めね、締め、せっかくいい言葉で締めたのか、いい言葉で締めたのか、いやいやほんまにそっからがもうめちゃ長い、いやもうこれがね俺の配信やから、こういうのは言えないのな、みんな、はい、スッキリ終わってほしいのな、じゃあてな感じで、はい、2021シーズンまた新たな仲間、まさき加わって松本山がパワーアップしてね、はい、やっていくし、まあ、この他にも選手 OB はもちろん、まあ、そうじゃない人も含めてワンソウルで、今シーズンもうコロナ禍やけど突き進んでいきたいなと、はい、いう思うんで、またこの配信も楽しみにしてもらいながら、いろんな活動に皆さんも参加してほしいというふうに思いますし、まずはトップチーム、はい、2月28日、はい、アウェーの山口で開幕、はい、またこのコンビでサブチャンネルもできたらおもろいしね、そうですね、うん、サブチャンネルもぜひ、はい、やらせていただきたいなというふうに思います。それでは、はい、今回は第2弾ということで山本まさきグラスルーツアンバサダーをお迎えしての、これ対談になった、大丈夫、大丈夫です、大丈夫かな、はい、対談でした反響があればまた次もやりたいと思います。それでは皆さん今日もありがとうございました。ありがとうございました。さよなら、またどんどんやっていくから見てねー。